ワグネルより正規軍。ロシアが精鋭空挺軍集中投入。総司令官交代で積極攻勢に。ロシア軍が年明け以降、精鋭の空挺軍をウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトなど激戦地に投入している。制服組トップのワレリー・ゲラシモフ参謀総長の総司令官就任を機に、戦況を好転させるための集中投入のようだ。これまでの主戦力だったロシア民間軍事会社ワグネルの雇い兵に代わり、正規軍を再び重視し始めたとの指摘も出ている。ワグネル依存転換。バフムト防衛にあたるウクライナ軍部隊の報道官は25日、ロシア軍がバフムト市内に侵入しようと試みており、1日に40回近い戦闘があったと指摘した。ロシア軍はここへ来てバフムト攻防戦での積極攻勢が目立つ。その背景にあるのが空挺軍の投入とみられている。地元ニュースサイトウクライナプラウダは、今月下旬1月2日に空挺軍の兵士がバフムトに入ってから砲撃の質が一変したと伝え、ロシア軍の戦法が効率的になったと指摘した。ロシア軍はドネツク州の全域制圧への足がかりをつかむため、バフムト攻略を約半年前から試みてきた。本来はパラシュート降下などによる緊急展開が専門である空挺軍を歩兵として鍵となる戦闘に従事させているとみられる。空挺軍は陸海空軍から独立した存在で、侵略前は4万5000人規模とされてきた。陥落させたばかりの近郊ソレダルの攻略にも加わり、投入は効力を発揮している模様だ。米政策研究機関戦争研究所は25日、ロシア軍指導部が兵員補充のため依存してきたワグネルよりも正規軍を重視した傭兵を進めていると指摘。今月11日に総司令官にゲラシモフ氏が就任したことが関係しているとの分析を明らかにした。ロシア軍はドネツク州との州境に近く、ウクライナ軍が領土奪還を目指すルハンスク州クレミンナの戦線にも最近空挺軍の兵士を派遣している。重要な戦場には空挺軍を投入する方針を鮮明にしているようだ。ゲラシモフ氏の就任と同時のセルゲイ・スロビキン前総司令官ら3人の副司令官の任命は大規模攻撃に向けた布陣とみられている中、戦争研究所はロシア軍の大規模攻撃はドンバス地方、ドネツク・ルハンスク両州の制圧を最優先するとの見方を示している。ただ、空挺軍主体の傭兵が今後も効果を上げるかどうかは不透明だ。英国防省は24日、空挺軍で経験豊富なミハイル・テプリンスキー司令官が最近解任されたとする分析を明らかにした。空挺軍の展開をめぐるゲラシモフ氏との意見対立が原因とみられている。ロシア軍では、昨年秋に実施した予備役の部分的動員で招集した30万人超のうち、約15万人は最前線に未投入とされている。ただロシア軍は兵員と装備の不足で、侵略当初のような代替戦術グループ、BTG、推計900人規模を中心とした大規模な攻撃は不可能になっている。空挺軍の集中投入も効果は限定的とみられる。プーチンの戦争で劣勢続きのロシア軍にとって、ゲラシモフ参謀総長は最後の切り札だ。プーチン氏と昵懇の中にあり、軍内部でも尊敬を集めるゲラシモフ氏が作戦の総司令官に就任したことは、ロシア軍のあらゆる部隊、兵器を用いても、もしくは戦時体制であらゆる社会のリソースを用いても、ウクライナ軍部隊を撃破してのミッションコンプリートが求められている。総司令官の代わりとなる人物はおらず、負けることは許されない。勝利するまで時間がかかっても、あらゆる作戦、手段を講じるだろう。プーチン氏はゲラシモフ氏に3月までにドンバス地域の攻略を命じたという情報がある。
2014年3月18日はクリミアを併合した記念日であり、プーチン氏はその年の戦勝記念日にクリミアにある黒海艦隊の旗艦モスクワ昨年沈没の艦上から併合の正当性を謳った。この日が一つの目安になるのではないか。そのためにゲラシモフ軍部隊が動き出していると考える。飛河の前線後方に降下して重要拠点飛行場や物資集積拠点を確保し、増援が到着するまで持久するというのが本来の空挺部隊のありようです。それを単に有能な歩兵として地上戦に投入しているのは本来の目的と異なります。出し惜しみというか、ウクライナ側の防空網が機能している状態で空挺としての使いようがなくなっていたわけなんですね。戦争序盤に輸送機ごと撃墜されて大損害を出していますし、さりとて空挺の現場指揮官としては、俺たちをただの歩兵として使うのは間違ってるだろうという思いはあるでしょう。一人の育成にかかる金と年月が一般歩兵とは段違いですからね。そこが現場指揮官解任の背景だと思います。ポーランド、ウクライナに戦車60両追加供与へ。ワルシャワ27日、ロイター。ポーランドのモラウィエツキ首相は27日、ウクライナに対し、これまでに表明したドイツ製戦車レオパルト2 14両に加え、自国製の戦車を含む60両を追加的に供与すると明らかにした。モラウィエツキ首相はカナダの CTV ニュースのインタビューに対し、ポーランドは半年前にすでに250両の戦車を供与したとし、現在60両の近代的な戦車を供与する用意がある。このうち30両は PT-91 戦車だと述べた。PT-91 は旧ソ連の T-72 戦車をベースにポーランドが開発した戦車で、1990年代から運用されている。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ポーランドが追加的な戦車供与を発表したことに謝意を表明。我々は共に勝利するとツイッターに投稿した。ポーランドのオシエパ国防次官によると、ポーランドが供与するレオパルト2戦車がウクライナに届くまでに約3ヶ月かかる。ポーランドも太っ腹ですね。追加戦車供与で60両、そのうちレオパルト2も含まれ、またそのうち30両はポーランド開発の PT-91 戦車である。カナダ、スペインも戦車の供与を次々に表明しているし、欧米諸国がついに全力でウクライナ軍事支援に乗り出したということであろう。ロシアにとっては面白くないことこの上ないだろう。その証拠に先日はキーウの民間に向かって牽制であろう空爆を仕掛け、11人もの犠牲者が出てしまった。こういうことを行うと、国際社会はさらにロシアへの抗議を強め、ウクライナ支援への結束が固まることになるだろう。ウクライナはこの春に大規模な反攻を計画しているようであるが、戦車が届くのがあと3ヶ月後ということになり、それに合わせての攻撃激化ということになりそうである。ウクライナがロシアに占拠された領土をすべて奪還できることを心から願う。ウクライナ、ハンガリー首相の発言、容認できず、大使呼び出しへ。27日、ロイター。ウクライナ外務省は27日、ハンガリーのオルバン首相のウクライナに関する発言は全く容認できないとして、ハンガリー大使を呼んで協議すると明らかにした。ウクライナ外務省のニコレンコ報道官によると、オルバン首相は記者団に対し、ウクライナをアフガニスタンと比較した上で、ウクライナは無人地帯だと述べた。ニコレンコ報道官は、こうした発言は全く容認できない。ハンガリーはウクライナとの関係を意図的に破壊しようとしているとし、ハンガリー大使を外務省に呼び、率直に話し合いたい。ウクライナは、この他の措置を取る権利も留保していると述べた。ハンガリーはこれまでも欧州連合 EU の対ロシア制裁について欧州経済を破壊する恐れがあると非難。ハンガリーにはロシア製の原子力発電所があり、
オルバン首相はこの日、原子力分野に影響が及ぶ可能性のある EU の制裁措置を拒否する姿勢を示している。NATO の使命とは、ロシア覇権主義に対抗するための集団安全保障体制の構築、維持強化なのではないかと理解している。しかるに、加盟国としての立場を外交の切り札として存在感を誇示しようとするトルコや、親ロ派を辞任するような発言が目立つ現在のハンガリーは、NATO の団結を破綻させかねない存在となりつつある。もちろん政権が変われば解消するのかもしれないが、現状では癌となっていることは否めない。かといって、除名措置を取ることは、ロシアを利することにつながりかねないし、特にトルコに関しては、ボスポラス海峡という地政学上の要衝を両国に有する国であり、集団安全保障上絶対に外せない国家、大変悩ましい存在だ。